それで今回もアグリクリエイトの皆様にいろいろお世話になることになりました。皆さんおはようございます。今年も恒例の田植えツアーよろしくお願いします。今年はですね、昨年と違いまして、私どものアグリクリエイトの稲敷ではなくて、同じ茨城でも笠間に行きます。旧岩間町というところの上郷地域というところで行きます。でそこは三方向が山に囲まれた大変都会に近いんだけども里山らしいところですので、今日は里山でですね、田植えの方を楽しんでいただきたいと思います。で会場はですね、生駒ライスセンターさんという生駒さんという、その笠間でですね、大きなお米作りをやっていただいている農家さんですね。そちらの、酒米を作ってお酒を作るという企画をやっているところでもあります。で本日は、地元笠間の、田んぼのオーナー製の酒米作りでお世話になってます磯倉酒造さんの、倉本さんも来ていただいて、昨年作ったオーナー製のお酒を持ってきてくれるそうなので、ぜひですね、皆さん飲んでいただいて、こんな美味しいお酒が6本来るんだったら1万円一口安いぞということですね。朝日の成瀬さんが乗ってらっしゃいますので、ちょっといつもありがとうございます。ですごい三方山に囲まれた里山ですね。で今回大体この全部で150ヘクタールぐらい、この田んぼ、この里山に囲まれた田んぼあるんですけども、その中間ぐらいのところですね。でここは山からの伏流水でお米作りしてますので、非常に美味しいお米ができるところだそうです。で今この地域全体で農薬の空中散布も減らしてて、ホタルやトンボやカエルとかね、そうした生き物もどんどん増えていく、地域全体で環境を守る農業をやろうって言ってやということで取り組んでる地域です。この辺もこれみんな左右栗の木ですね。で今日はその中心的な生駒俊文さんという方がご家族で、皆さんと一緒にですね、今日は活動していきたいと思いますので、よろしくお願いします。くださいましてありがとうございます。田んぼはですね、今年もやったんですけど、どんと焼きっていうここの地元 の伝統行事のこうやった場所の田んぼで、ご神殿みたいな感じの田んぼで田植えをしていただきます。どうぞまたその収穫した後もどんと焼きなんかも1月にございますので、同じ田んぼでやりますので、ぜひ見に来ていただければありがたいなと思っています。はい、今日は一日お願いします。はい、ありがとう。生駒さんの奥さんと お孫さんというか、子供さん、よろしくお願いします。頑張って向こうまで一回行くぐらい頑張れるかな。1列か2列で大体3本ぐらいです。3本ぐらいで植える間隔は、女性の方は自分の足ぐらいかなとかね、
損壊ぐらいでいいですから、大体20センチから25センチぐらいの間で植えていってください。そうそう、線がある、線がありますね。線、線どこや、これ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 、あ、本当だ、分かった。じゃあすいません、次の方ここお願いしていいですか。落合さんのあの何2個ずつ、2列、2列、1人2列で25センチ大きいぐらいです。落合さんの胸はどこだろう、これぐらいか。だったらここお願いしちゃってもいいですか。高さんのね、千枚立つ。このね、後ろ向きの人たちはキャリアの人って感じがするね。私初めてなんです。あ、そうですか。抜けないです。結構体力使えますよね。何年ぐらいになりますかね。何回目ぐらい。4回目だと思う。結構泥って気持ちいいでしょ。意外と入っちゃうと気持ちいい。そうですよ。入るまでの躊躇ったらなかったけど。そうそう。この塊。わかんないね。もう感覚だよ。なんかね、ベテランになったと思う。本当。感覚で。気持ちいい風が。ね。どこどこ、後ろ、あれさ、後ろ向きながら父ちゃんの方。そう、あ、でも今度ほら田んぼが変わるから、あ、そうだね、また味が変わる。あ、変わるよね、うんうん、そうだ、しかしみんな手慣れてきてるよね、うん、最近は慣れてきた ね、うん、どうした、はい、お疲れ様。お疲れ様。はい。本当です。